度大きな拍手を、もう一度大きな拍手を。盛り上がったでしょ。さては腕を振り上げがちだったよね、みんなね。ビビッドのステージをお届けいたしましたが、4月の18日日本武道館でライブが行われたんですよね。その DVD が発売される1月に日本武道館でライブがありまして成功させました。4月18日にその DVD が出ると、そして6月の27日からは初のホールツアーが東名阪で行われます。そして7月の1日には東京国際フォーラムホール A が控えているということでございますが、メンバーの皆さんにお話伺いたいんですけれども、準備は整いましたでしょうか。もう一度お迎えいたしましょう。ビビッド。はい、みんなこの台紙の前に集まって。あ、いや、もうちょっとね、こっち側に、いや前でいいんですけど、ちょっと後ろにね、ちょっと後ろにね、こっちでギュッギュッとギュッとギュッとあとギュッとね。はい、もう一歩前、もう一歩前ですよ。さあ、ビビッド全員登場いたしました。盛り上がってますね。盛り上がりましたね、ありがとうございます。日本武道館でライブ1月にありました。はい、はい、だいぶ盛り上がったと聞きましたよ。そうですね、本当なんていうんですかね、もうバンドやってて本当に幸せだったなって思える瞬間でした。そんなしんさん、はい、夜眠れないと。眠れないんですよ。なぜ眠れないんだろう。いやー、なんでですかね。え、いや結構あれなんですよね、もともと寝れない方で、うん、もう3時間とか下手したらしか寝れなくて。睡眠時間が3時間。睡眠時間が、そうなんですよ。普段眠くないですか。いや普段眠くて、だから小分けにして寝るんですけど、なんか3-1-1みたいな感じで寝るんですよ。3-1-1、3時間寝て次の日まだ起きて、また1時間寝て起きて、また1時間寝るみたいな。あ、細切れになっちゃうんだ。細切れになっちゃうんですよ。ああ、寝たいね、ちゃんとね。寝たいです。どうすればいいと思う。あ、ほら心配してる。 ありがとうございます。倒れないでねって。はい、倒れないように。やっぱり体力あってこそのライブですからね。そうですね、まあ、でも普段から一生懸命こう汗はバスケットとかで流すようにしてるんですけど。でも睡眠不足のバスケットは効きそうだね。そうですね、結構すぐめまいがきますね。ダメだね、それは。それはダメだね、と思うと他にもなんかコウキさん、はい、どうもコウキです。もっと健康になりたい。ご飯を食べるとすぐ眠くなってしまう。健康なんじゃないの。僕あれなんですよ。ほら、ですね、僕はあれです、ご飯食べると眠くなってしまうんです。え、そのまんまだね。いやもう本当にひどいんですよ。例えば家に帰るじゃないですか。いやもう今日家帰って見たい DVD あるぞと思うじゃないですか。皆さんありますよね。で帰ってご飯食べます、シャーと思ったら3分後寝ちゃうんですよ。これ直さないといけないんですよね。でも健康的ですよね、眠くなるのは。いや寝るのは健康的なんですけど。何が不健康なんですか。ちょっといろいろと多分お酒を飲んでしまうので。ああ、不摂生がたたっている。そうなんですよ。いっぱい飲んじゃう。飲んでしまうので、まあ、彼の方が飲むんですけど、ここにいるこの人が、
だいぶ T シャツベロ出てますけど、あの僕の名前レノって名前なんですけど、たまに間違えるとレロってレロってレロレロって言っちゃうんですよ。だからこの T シャツにしたんです。レノさん、レノさんはたくさんお酒を飲む。俺は多分一番飲んべえですね。あの休肝日が欲しいです。肝臓を休める日が肝休日か。うせえうせえすいません。たまには休ませないといけないね。そうなんですね。あ、そう、はい、そんな飲んじゃう。はい。そして一方で、あ、夜は眠れますか？ちなみに俺はそうですね、だいたい8時間寝ないと寝てるね。ダメな感じなんですよ。道理で背が伸びたね。そうなんですよ。寝る子は育つし、はい、ベルも出るからね。そうなんですよ。はい。そしてね、りょうがさん。はい。りょうがさんも毎日夢を見て寝られない。そうなんですよ。どんな夢見ちゃうんですか？姉を守る夢なんですよ、ひたすら実の姉を毎日ひたすら守ってる夢なんですよ。え、お姉さん？お姉さん、自分のお姉さんを守るの？守る夢です。え、何から守るんだろう？あの、追ってからお姉さんはなんか特殊な職業の方？いや、いたって普通の姉です。普通の姉なんだが、追ってから追ってくるので、あ、俺守らなきゃじゃいかんなと思って守るわけです。その話はお姉さんにしました？まだしてないです。あ、まだしてない？まだしてないです。まだしてないんだあ、そうか。そしたらもしかしたら本当に守ってよって言われるかもしれないからね。あー、ちょっと俺が守んなきゃいけないですね。OK そしてイブさん。はい。イブさんは、はい、ボディクリームに夢中。そうです。乾燥肌なんで、はい、毎日塗りたくって寝てます。その割にはもうジャケットの下は素肌ですね。そうですね。ボディクリーム塗ってますか？今日は塗ってないです。塗ってないの？塗ってないです。え、本番用のボディクリームは？ベタついちゃうじゃないですか。ベタベタしちゃうから、はい、寝る前に塗る。寝る前です。寝る前に最近はどんな香りのボディクリームを？なんだっけな、ピーチ、あ、アップルピーチみたいなやつです。アップルティーみたいなそう。夜はよく眠れてますか？いや、俺あんま寝れないんですよ。あ、寝らんない。はい。いい匂いしてるのに。いい匂いしてるから寝れないんですかね。なんだい、ニヤニヤといいこと言ったね今そのいい匂いに負けちゃうんだ。そうです。目が覚めちゃうんだ。バレンタインデーのお話聞きたいんですけれども、レノさん。はい。レノさん、なんかすごい大きいケーキをもらったっていう。あ、これちょっと学生時代の話なんですけど、はい、その時付き合ってた彼女がいまして、うん、で、その時にバレンタインに普通チョコを渡すじゃないですか。はい。で、その子は俺にホールのケーキを手作りで持ってきたんですよ。ホール？いや、それでっかいよ。これはでかかったです。嘘です。こんくらい、こんくらいですね。はいはい。まあ、でも25センチ、30センチぐらいある。そうです、そうです、はい、まあ、一人じゃ食えない。いや、一人で食べるもんじゃないよね、ホールはね。え、でも、なんか目の前でこれ食べてって言われたんで、マジかと思って、で、結局全部食べたっていう。はい、食べました。その、食べたのはいい話だけど、はい、それを食べてって言った彼女っていうのもすごいね。そうですね。もうちょっと来年怖いってその時思いましたね。はい。食べると思ってなかったんじゃないの？でもなんで食べてって言ったんですかね。いや、無理だよって、こうちょっと食べて、そういう半分お前も食べろ。そんな空気じゃなかったです。食べてって食べてってこんな感じだったんで。ちょっと彼も守ってあげないといけないかもしれないですね。守ってくださいね。え、はい。ということで、4月の18日には日本武道館でのライブ DVD が発売になりますね。そして6月27日からは初のホールツアーが東名阪、そして7月の1日には東京国際フォーラムホール A が控えているということでございますので、引き続き応援していただければと思います。ビビットの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとう。